昨日は福井にいまして、あと関西だとね、大阪とか滋賀とか名古屋とかの方にも行きまして、東北ももちろん行きました。岩手、仙台、山形ですね。今回ね、こちらチャリティーライブということでね、東北大地震の影響があったと思うんですけれども、私のねお世話になった方々も皆さん被災されまして、ほとんど連絡取れてるんですけれども、何人かはまだ連絡取れてない人がいます。きっとね無事だと信じてるんですけれどもね、今日はその被災地の支援のためのイベントでもあると聞きまして、次の歌は、そういう気持ちも込めて歌いたいと思います。毛布という歌があります。私おじいちゃんが大好きでした。そうですね、一番手前のピンクの、はい、スカーフされた、はい、こんにちは女性、お名前教えてください。お名前なんて言うんですか。あらー、私と子がついてる、ゆきですね。ゆきこさん、ゆきこさん、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んだことはありますか。はい、ありますか。じゃあ私もおじいちゃんと一緒に住んでて、でおじいちゃんがですね、もう亡くなって10年以上なんですが、晩年認知症だったんですよ。それでね、自分の娘の名前もわからなくて、で私は当時まだ小学生で、わけのわからないことを言ってしまうおじいちゃんに対してすごいきつく当たっちゃったんです。うるさい、あっち行け、何言ってるかわかんない。でおじいちゃんが亡くなった時、初めて、はあ、申し訳なかったなって思いました。でその時にですね、荷物の整理をしてたら、ある一枚の毛布が出てきました。その毛布はもうずっと昔からおじいちゃんが持っていて、自分の娘の名前もわからなくなるぐらいなのに、その毛布だけはですね、どんなに家族が汚いから捨てようとしても絶対に手放さなかったんです。で後々ですね、おじいちゃんのその生い立ちとか毛布をもらった経緯を聞いたら、実はおじいちゃんの満州に行ってまして、引き上げ船で帰ってきたそうです。その時にもう財産全部失ってパンツ一丁で帰ってきたらしいんですけど、その時に船でもらったのがその一枚の毛布でした。おじいちゃんにとってね、毛布はいろんな気持ちが入ったものだったんだなって今では思います。そして今回の東北大震災の後でも、やっぱりエネルギーじゃないですね、灯油がないとかね、電気がないとか、それで暖を取るために毛布が皆さん欲しい欲しいって言ってたですよね。でやっともう手に入った毛布も1枚を7人で使うとかね、そんなニュースも見ました。それを見てなおさらですね、おじいちゃんが毛布を どういうつもりで大事にしてたんだろうっていうのと、そんなおじいちゃんも最後はですね、老衰で、まあ、大往生で天国に行ってくれて、今ね生き残って毛布を使ってる人たちは今生き残ってる人たちのこう証でもあります。私のおじいちゃんのようにですね、今被災地で頑張ってる方々がどんなことがあっても最後まで生き抜いてほしいという気持ちを込めてこの歌を歌えてます。お聴きください。もう
心見せぬ涙、家族のためか奪ったおじいちゃん、苦しみ逃れた引き換えに子供に帰ったんだ。ごめんね、何もわからずに投げつつ支え、私の名前だけ覚えていた。最後の言葉はありがとう、こちらこそありがとう。おじいちゃんが見せた生き様は毛布という歌でした。